相馬勇紀がカーザピアライダン、日本代表 MF 相馬勇紀27歳が J1 名古屋から期限付き移籍していたポルトガル一部カザピアを退団することになった。相馬は2023年1月に半年の期限付きでカザピア移籍すると、期間を1年延長し、1年半在籍。2023-24年シーズンはリーグ戦32試合で5ゴール3アシストをマークし、在籍通算では公式戦56試合で7ゴール5アシスト。この結果を受け、カザピアは財政事情もあり、買取オプションを行使しなかった。今後は、保有元である名古屋復帰など国内でプレーする可能性もある。ネット上では復帰を歓迎する声も上がるが、国内反対論も根強い。今月の日本代表活動に招集されていた相馬は、9月からの北中米ワールドカップアジア最終予選、ワールドカップ本番生き残るために、どのように所属クラブを決めるのか。まだ海外でやっていけると思う。代表のことを考えると今は戻る時じゃない。帰ってきてと素直に言えない。今後も代表で活躍するためにも海外でもっと経験を積んでほしい。まだ欧州でやっていける力はあるか。代表でも当落戦場の微妙な立場だからな。海外でベンチだと意味ないしな。だからといって J リーグで結果出しても微妙。名古屋だと日本代表の生き残りは難しいだろうな。最近では代表にもフィットして結果出してるからな。でも途中交代で後半途中からのレベルだからな。代表の常連は海外のレギュラーであることが必須。グランパスに戻ってくれ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。Thank you.